あの首都アブジャ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2007年夏にナイジェリアのジュス FC からルーマニアのファルル・コンスタンツァへ移籍した。リザーブチームで20試合11得点しトップチームに昇格した。ファルル・コンスタンツァと契約満了になった2010年夏にアストラジュルジュへ移籍した。2012年5月17日。 ブラショブ戦で、アストラのリーガ1でのクラブ通算300ゴール目となる、記念ゴールを決めた。2013年9月1日、ベルギーのクラブブルッヘへ期限付き移籍した。同年9月22日のアンデルレフィト戦でデビューし、初ゴールを決めた。2014年7月31日、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、予選3回戦のスロバン・リベレツ戦で、 ハットトリックを達成した。2015年6月、チェコのスパルタプラハ移籍した。UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、予選3回戦のチェスカ・モスクワ戦で、UEFA チャンピオンズリーグに初出場し、チェスカ・モスクワとの2試合で2得点を決めた。2016年8月12日、ロシアのウーファー移籍した。同年8月20日の第4節。 テレクセンでデビューし、初ゴールを決めた、その他の公式試合、ありがとうございます。